はい、今回からですね、今回からというかまあ何回になるかわからないですけど、こちらのおでんくんやっていきたいと思います。今までね、楽しいおでん村っていうゲームをやっていてからの、それより前に発売したこのパズルゲームですね。まあ、ただパズルを一生やっていてもちょっと動画としてはあれかなと思うので、このおでんくんのお話というのをやっていこうかなって。誰も知らないおでんのお鍋の中にあるおでん村、ほら耳を澄ませばおでんたちの笑い声が聞こえてくるでしょって。かわいいね。おでんくん始まるよ。はい、何でも知ってるつもりでもみんなが知らないことはたくさんあるんだよ、名言ね。例えばおでんのお鍋の中でおでんたちが人間たちのことをじーっと見ていることを知っていますか？怖くない？冷静に怖いし、たまごちゃんのリボンがはみ出てるのってあれちょっとなんだろう、ちょっと鍋の中にあったらいけないものなんじゃないかなって、ちょっと異物混入。そういうこといきなり始まるの？ちょっと待って、私ねパズルそんなに得意じゃないんですね。別に制限時間はないもんね。これここですね。でこういうのはね、周りから埋めていくのがねやっぱオーソドックスですから。カード、はい、でこうか、勝手にくっついてくれるからありがたいよな。わかりやすい、わかりやすい、こうでしょ、こうか、でこうか、でこう、いいね。おでんくん、大根先生で何もないやつ、え、こっちは間違ったわ、ごめんなさい、これか、はい、しまうすればいいんだろうなきっとな。でちょっとこうで、こう、わ、かわいい、はい、平和じゃない？平和すぎる。どうしようって感じ。ここはおでんの鍋の中にあるおでん村。ちょっと待って。1,2,3,4,5,6,7,8,9。多分10個パズルクリアしてこのおでんくん始まるようなストーリーが終わるってこと？ボリューミーじゃない？おでんたちはお客さんの注文を待っています。さよなら、たまごちゃん。迷うことはないでしょう。はい。ちょっと待って、これ、結構大変じゃない？ぐちゃぐちゃだから。まず、私が探すべきは、箸で連れ去られるたまごちゃんの、たまごちゃんを先に処理って言っちゃった。倒します。くっつくでしょ？あれ、たまごちゃんの顔面どこ行った？顔面、顔面なくした？たまごちゃん、あなたちょっと顔面がいないわよ。大丈夫？物量が多いのよね、いろいろね。あったあったあった、たまごちゃんの顔面ありました。はい、これはこうか。で、こうで、こうか。あ、一気にいったね。よし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 。かわいい。大丈夫？私の動画とは思えないぐらいずっと平和だと思うけど大丈夫？あ、卵ちょうだい。いつも人気の卵ちゃんは、
今日もお客さんから注文が入りました。お客さんから注文が入るとおつゆの空からお箸が伸びてきて、おでんたちは出かけていくのです。これなんかおでんくんのお話を振り返れる感じでいいですね。行ってきますって言ってる。注文されなかったおでんたちはお見送り。辛くない？なんか、あ、行ってらっしゃい、かわいい。ちょっと待って、行ってらっしゃいで何これ、どういうなんか形がちょっと変わったね、パズルの。急じゃない？ちょっと待ってね、もう一旦しまうわ。ちょっと邪魔そうなやつしまうね。はんぺんくんの顔とかしまっとこう。こうでしょ、こうでしょ。大根先生が微妙に映ってない、かわいそう。ちょっと同情なんだけど、ね、こうかで、こうか。あ、いいじゃない、いいじゃない、ね、意外とうまくいってる方よこれ。あとしまっちゃったやつを、出てき方じゃない？ね。よいしょ。いや、いいね。これ一生遊べるゲームじゃない？お見送りのおでんたちは注文があるまでお留守番です。なんかして遊ぼうぜ。ウィンナーくんが言いました。あ、そういうシーンね。なるほど。おでんくんたちはお客さんの注文があるまでみんなで遊ぶことにしました。平和。え、待って、すごい形してないこれ、パズル。びっくりなんだけど、これアグレッシブすぎない？ちょっと私がやってきたパズルとちょっと随分形が違う、ちょっとびっくりしたんだけど、おでんくんもアグレッシブだもんね、だいぶね。おでんくんがアグレッシブすぎて、ちょっとあの本当最近好きすぎて、あの本当に暴れてるから。はい、え、ガングロ卵ちゃんが出てこない件についてなんだけど大丈夫ねえ。よし、おでんくんはかんぴょうの鉢巻きをスルスル届きも、それかんぴょうだったの？え、青色のかんぴょうってことはこれ腐った。おでんくんの巾着の中にはいろんなものが入ってるんだ。入ってるね、確かに。それを使ってみんなを助けてくれるんだよ。シュールなシーンだな、随分。ただちょっとあのだんだん難しくなってきてない？結構難しくなってきてるよね。しまっちゃった方がいいかな。感覚ででも埋めれそうな気がするんだよね。謎の自信じゃない？感覚で埋めれそう。ここでしょ？見て、本当に感覚で埋まっていってるのよ。それがこのゲームのいいとこ。でもね、本当にこのゲームいいと思う。なんかその、パズルってさ、本物やるとめっちゃ大変じゃん。でも子供の頃はよくパズルやってましたけど、大変すぎて大体誰かにやってもらってたし、そう思うとこれやりやすくてね。はい、え、かわいい。おでんくんは巾着の中からお餅を取り出しました。お餅をビヨーンと伸ばせば、長い長いお餅の紐ので出来上がり。あれか、動いてる。すごくない？これ冷静にすごくない？え、動いてるんだけど、どうしよう。動いてるよ、どうしよう。動いてるってちょっとやりづらいのよね。
これはこっち。あのさ、空むずくね。空全部同じに見えるもん。どうしよう。めっちゃ動いてる。何くんだっけ、あれガンモドキくんだっけ。あの子ちょっと独特だよね。ウィンナーくんの頭で、なんかこのゲームがなんか2まで出てるんですよね。2まで出てる理由がちょっと分かった、うん、これはね、確かにキッズ系いいですよ。あとキッズになんかこうね、買ってあげるのにすごいいいと思う。安いしね、このゲームね、もともとの定価が。なるほどね。なんか2だとなんかごまきちゃんのダンスゲームが開けらしくて、今すぐやりたいもん。さあみんなで持ち飛びしよう。持ち飛びって言うんだそれ。おでんくんはみんなを誘って持ち飛びを始めました。もちもちぴょんぴょん、もちもちぴょんぴょん。平和だわ。飛んだり跳ねたり、みんな楽しそうです。本当に楽しい。みんな大丈夫？あ、そんな中寂しそうにみんなを見ているちくわぶ。一人ぼっちでいるちくわぶにおでんくんは声をかけました。あ、何悲しい話。ねえちくわぶも一緒に持ち飛びしようよ。僕はいいよ。どうしたのちくわぶ。何これ。何これ、なんか、回すとかあるんだ。なるほどね、トリッキーバージョンね、はい、よいしょ。僕はどんくさいし、みんなに迷惑かけちゃうしね、悲しくない。ちくわぶはうじうじしてみんなと遊ぼうとし、結構その文章にも毒があるわね。うじうじ言い方じゃない、うん、やばい、大根先生があれだ。なんかあの大根先生って結構あの言うんだよね、いろいろね、うん、見ておったぞいって言うよね。見てたなら最初からなんとかしてよみたいなね、うん、思いますけど、それは言わない約束だよね。ちくわぶ端っこでしょ。大根先生を作ってよいしょ。え、はい。いやでもこのお話モードあったの嬉しい。私どうやって遊ぼうと思ったから。そんなちくわぶに大根先生怒りながら言いました。怒らないで、うん、これちくわぶ、人と人の関係はまず心を開くことなり、自分から声をかけるべし。それって難しいのよね。ちくわぶは勇気を出してみんなに声をかけました。あの僕も仲間に入れて。ちょっと待って、はんぺんくんシュールすぎない？さすがだな、シュールだな。ここかな、はい、いいよ、一緒にやろうよ。ウィンナー君はそういう子だよね。みんなはちくわぶと一緒に遊ぶことに大賛成。まあ、平和な世界ありがとう。ちくわぶはみんなと遊ぶことになりました。あ、これ動く？動かないとね、はい。なんでおでんくんちょっと悲しそうな表情してるの？なんか嫌なことあった？いない、嫌なことあったら。ちょっとまっすぐ細かいですね今回。
何があったんだろう、おでんくん、ほんと。もちもちぴょんぴょん、もちもちぴょんぴょん、もち飛びにちくわぶが入ってみんな楽しそうです。でも今度は人数が多くておでんくんが入れなくなっちゃった。つらそれ僕の餅だし。そうだよね、ちくわぶは遊べるようになったけど自分が遊べなくなって複雑な気持ちのおでんくんでした。おでんくん、おでんくんっていつもこういうポジションよね。よし、ということで、なるほどね、結構和数、まあでもそんなにすごい多いわけじゃないからこれを全部やりたいですね。うん、じゃあもう一個やろっか、ジャガーの嫌がらせ。なんか、ああ平和なおでん村に突然悲鳴とおならの音が響き渡りました。どうやらガキ大将のジャガーとその子分銀杏坊主がみんなに嫌がらせをしているようです。でもさっきさ、ガングロタムちゃんの話だったね。でもこれはなんかおでんくんにおいてなんかさ、一番トップクラスに有名な話じゃないねえ。ジャガーたちがさ、あの乱暴を働く言い方だよね。でもジャガー意外といいやつっていう、そのちょっとあれもあるからな。なんかちょっと言い切れないよね、悪者ってね。昆布くんが帰る、じゃあお家に帰る途中、ジャガーが現れ、当選帽子でこう言いました。この道を通りたかったら、100連払うジャガー。ジャガーは昆布くんから無理やりお金を取ろうとして、言い方なのよ、本当に。無理だよ、100連なんて持ってないよ。昆布くんは断りました。ひどい。かわいそう。100連ポッチを持ってないのか。そんなしけってやつはこれでも買いで地獄に行くじゃが。ジャガーはそう言うと、ね、動いてるんだけど、かわいそう。このシーンちゃんと動かすこだわりだよね。うん、とてもこだわりは感じますよ。うん、ちょっとわかりづらいねこれ。ここでこうで、だからここかで、こうで、これはこれ、どこだ、ちょっと動くやつ結構難しいかもね。昆布くんはこういう運命だよね。申し訳ないけど、ジャガーは昆布くんに向けてすごい臭いおならをしてしまい、してしまいました、してしまいましたじゃなくない、しましたじゃない。かわいそう。あまりにも臭いので昆布くんは苦しそうです。冷静じゃない、苦しそうです。それを見てジャガーは楽しそうに笑っています。まあそうだろうね、うん、ここ好きやだし、なんかさ、あのおでんくんたち結構なんかそのなんだろう、ちょっとなんかこうへーみたいな顔してるのが好きなの。おでんくんがちょっとへーみたいな、 いいおでんくん、やっぱおでんくんはそうじゃなきゃね。よし、ジャガーはこの辺でしょ、ね、これここで、真剣になっちゃうな。はい、
おでんくんたちはジャガーの嫌がらせを遠くから見ていました。見ていましただからね、傍観者よ。もうジャガーはジャガイモばっかり食べてるから臭いを出せるんだ。言い方なのよ本当に。こんにゃくんはジャガーのおならの恐ろしさを教えてくれました。いらないよね、教えてほしくはないんだけど。よいしょ。これが一番楽でいいな、うん、そこへ大根先生がやってきておでんくんに言いました。どうするおでんくん、みんな困ってるのに黙って見ててよいのか。でもジャガーのおならは臭いから。そうだよ、ジャガーのおならの恐ろしさにおでんくんは弱気になっています。大根先生割と無茶言うからな。そうなんだよね、かわいそうだなと思う、いつもおでんくん見てると、ね、おならなどには負けてはいけない。人生にはおならと戦わなければならない時がある。ないです、うん。それが正義なんだよおでんくん。弱気になっているおでんくんに大根先生は正義について教えてくれました。なんか違う気がするけどね、まあまあまあ、やば、これ難しそう。ちょっと待って、これ相当むずい気がする。ちょっと待ってよ、後ろの文字何なの。後ろの文字で混乱するんだけど、先におでんくんを作り上げることが大事だと思う、うん、これこの辺でしょ、はい、おでんくんの頭、おでんくんセーブあるもんね。よし、E はこの辺でしょ、でこうで、よし、このシーンやったらちょっと記憶にないかも、うん、正義を教えてもらったおでんくんはつぶやきました。おならと戦うそれが正義。違うよおでんくん。その時遠くからたまごちゃんの悲鳴が聞こえてきました。何この、何これ。おでんくんたちはたまごちゃんのところへ急いで駆けつけました。するとジャガーがたまごちゃんに嫌がらせをしていました。言い方なのよ本当にね。ジャガー目たまごちゃんにまで。でもこの時たまごちゃんなんかウエスタンガールを気取ってたからな。おでんくんはジャガーを許せない気持ちでいっぱいでした。たまごちゃんのないんだ。そうなんだ、私たまごちゃんやりたかったな。出来上がり、大根先生か、大根先生、大根、はい、はい、本当にないの？たまごちゃんのパズル今のところ、全然出てこないね。あの子は人気あるはずなのに。大根先生は言いました。おでんくん、今こそ正義の味方の出番だぞ。おでんくんは勇気を出してうなずきました。わかりました大根先生。悪いジャガーは僕が懲らしめてやります。出た、なんだっけこの餅像だっけ、その名前だった気がする。おでんくんはかんぴょうの鉢巻きをスルスルとほどいて
中からお餅の像を出しました。ちょっと餅像だ、餅像、餅像強いのよね。はい、この先餅像の方が人気になるのよね。餅像の方がなんかわーわー言われるのよね。おでんくんかわいそうなのよ。餅像は勇敢にもジャガーのところへ行き、おならを吸い取ってジャガーに嗅がせました。なんだこのクソは、死んじゃうジャガー。ジャガーは自分のおならを嗅いで苦しそうです。あまりの臭さにジャガーは逃げ出していきました。ジャガーをやっつけたおでんくんは言いました。ほら、これでもう安心だね。出た、たまごちゃん。最後はやっぱ出てくるのね。やっぱラスボスだもんね。先にたまごちゃん作ろうっと。たまごちゃんの画面くっつかない。あ、はい。この空どこだ。昆布くん、おでんくん真ん中、ちくわぶ、ちくわぶ、ちく、ん？こうか、こうで、もうぐちゃぐちゃよ、なんかいろいろね。はい、はい。はい。ほらね、やっぱウエスタンウーマンを気取っているのよ、この時のたまごちゃんっていうのは。ね、素晴らしいと思います。あなたこそ正義の味方よ、もちぞうくん。ありがとう、最悪。たまごちゃんはもちぞうを抱き上げて言いました。最悪、もちぞうくんのおかげでうちに帰れるよ。ああ、昆布くんも喜んでもちぞうにお礼を言いました。もちぞうはみんなに感謝されてモテモテです。ジャガーをやっつけたのは僕なのにな。不満そうなおでんくんに大根先生は言いました。手柄を褒めてもらおうなんて考えちゃいかんぞ。いや、褒められるべきよ。でもこれに関しては正義は人のためにするんじゃ、褒めてもらうためじゃない。複雑な気持ちでうなずくおでんくん。わかりました、大根先生。また一つ正義のことを学んだおでんくんなのでした。おでんくんって偉いよね。私本当にいい子だと思うね。はい、ということでジャガーの嫌がらせまで終わりましたね。あ、次回はガングロ卵ちゃんありそうですよ。ワクワクだね。はい、ということで、まあちょっと次回からもね、こうお話2個ずつぐらいやっていけたらなと思います。このゲームをこんなに真剣にプレイしている人っているのかなって。かっこ大人でね、多分いないと思うんですけど、私はちょっともう、なんだろうな、頻繁に上がると思う、この動画。楽しい。はい、ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。